以前爆竹の股間三部作っていうショート動画をアップしてるんですけども、指で描く股間のナルシスと喜ぶお前の股間を蹴り上げる相変わらずのアリの塊がのすばるヘドの底の吹き溜まりと、あともう一曲がマイベイビージャパニーズタイプ2ですよね。で、今日はそれとはちょっと違うんですけども、爆竹三大敷き詰めてソングっていうお話をしたいと思います。最近ファンになった方とか昔からファンの方でも意外に覚えてないこともあるかと思いますので、ちょっとお話お付き合いください。はい、皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。青森に住む爆竹大好きおじさん的な人ゆうきと言います。ですね、股間三部作じゃなくて敷き詰めて三部作なんですけど、パッと思いつきますか？僕まあすぐには思い出せないかな。まず1曲目はダイヤモンドを敷き詰める Lose I Love You、 そして2曲目がキャンディーを敷き詰める、そして3曲目が花を敷き詰める。これ幻想の花なんですけど、実はですね、この幻想の花が花を敷き詰める、敷き詰めてソングに加わったのって後からなんですよ。このこと結構皆さん忘れてません？僕も結構忘れてたんですけど、というのもですね、若干僕の記憶とウィキペディアを読んでの補足を交えてこうお話しするんですけど、幻想の花って最初 CD より先にコンサートで披露されていて、その時歌詞が違ったんですよ。大きく分けて2箇所違う、あなたは夢見るかお前は夢見るかと、その二人称をあなたと呼ぶかお前と呼ぶかっていう違いがまず1点。それともう一つ大きいのが、花を敷き詰めてのところが、俺を解き放つだろうなんですよ。ここが結構大きいところで、でこれ実は幻想の花の通常版の方には普通に CD として1曲目幻想の花、2曲目ノクターンレインソング、3曲目幻想の花ライブバージョン、そのライブバージョンの方でそれが収録になってるんですね。で僕当然それ幻想の花の初回限定版にも入ってると思ってたんですけど、今改めて調べてみたら、初回限定版の方って1曲目の幻想の花と2曲目のノクターンレインソングしか入ってないんですよね。他は DVD が1枚付いてるっていうことで、なので案外聞くことがないかもしれないですね。最近こう幻想の花知っていい曲だなって言ってる人たちでも、そのシングルになった幻想の花の印象しかないのかなと思ったりして、だから僕もたまにね iTunes ランダムにかかったりして、幻想の花だって思ってて歌詞が違ってあれって思ったりするんですよ。その、敷き詰めてじゃなくて解き放つっていう風に変わってるんですよね。はい、ということで爆竹さんの股間三部作といえばナルシス、相変わらずのアレの塊がのすばるヘドの底の吹き溜まり、マイベイビージャパニーズタイプ2ですし、敷き詰めてソング三部作といえば、Lose I Love You、キャンディー、幻想の花っていうことですね。幻想の花に関しては、シングル版以降っていうことですね。はい、というお話でした。で来月ね、本当は3月の初めに水曜日に配信やって、爆竹さんの曲のタイトルは日本語が多いのか英語が多いのかカタカナ語が多いのかっていうのをやろうと思ったんですけど、桜井さんの誕生日を間近にしてやってもみんな集まれないと思うので、ちょっと日付悩んでるところですけども、まあ来月また配信やりたいと思います。ではよろしかったらお付き合いください。ピース。